はい、皆さんこんにちは、たまちです。ちょっとすみません、今日はちょっと緊急で1個、私がオンラインのセミナーでやりたい内容と、最近出てきた弓道の悩み事の質問の内容がすごい一致していたので、ちょっと今日はねこの動画を お話ししたいと思います。肩甲骨を開くって言葉が弓道の世界で一時期流行ったっていうか流行になったっていうことがあったんですね。実際になんか講習会とかで、講談社の先生がですね、昔はですね、割と私が高校の時は肩甲骨寄せましょう、肩甲骨寄せるようにしていくんだみたいなことを、言ってたっていうか教わった内容もそうだったんですね。で、それがなんだかな、こう2013年、15年ぐらいの傾向を見るに、最近はなんか肩甲骨を開くっていうように言った先生がいて、なんか開くっていう人もいれば寄せるっていう人もいるしみたいな感じになってたんですけど、この肩甲骨開くっていう内容を誤解されてる人っていうのがいて、これをねちょっとね今日はお話ししたいと思います。寄せてはダメなんですよね。肩甲骨は寄せてもダメで開いてもダメなんですよ。で、開くっていうのが正しく開くってどういうことなのかというのをちょっとお話ししたいんですけど、多くの人は胸の筋肉をこう丸めてですね、猫背にして広背筋広げるって思うんですけど、実は違くて、正解は広背筋開くんですよ。多分みんなはですね、この肩幅を広げるような感じで逆三角形の体型を作ってですね、肩甲骨を広げようとするけど、実はこれはあまりよくありません。どういうことかっていうと、これやるとですね、この腕の上腕の筋肉っていうのが内側に回って怪我するんですよ。肘とか肘痛めるし、肩負担かかるし、離れは緩みやすいし、問題結構多いんですよ。で、正しい肩甲骨開くって何なのかって言ったらこれなんですよ。この正解はお腹の胴体の部分を広げて肩はコンパクトにするっていうのが肩甲骨開くっていう意味の正しい肩甲骨を開いた状態なんです。いや、意図的に開くことはできますよ。それは肩甲骨周りの筋肉っていうのは大円筋とか前鋸筋っていうのがあって、この脇の外側の筋肉とかを縮めれば肩甲骨の位置は変わるんですけど、それ開いただけで全然弓開く動作には関係ないというか意味がないんですよ。意味がないどころか、上腕っていうのが内側に入りすぎて怪我をしてしまうっていう可能性非常に高いです。腕の上腕の付け根って前に巻き込まれると肘痛めやすいです。弓道でテニス肘っぽい痛みになってる人はいたら、これがこの腕を上腕こういう風に巻き込んでこうやって肩甲骨開いてたら、それ注意です。その肩甲骨開くは間違った肩甲骨開くです。正しくはその前鋸筋や前鋸筋や大円筋っていうこの腕の付け根や脇の付け根にひっついてる筋肉を縮めて肩甲骨開くんじゃなくて、正しくは広背筋、お腹背中周りを広げることで肩甲骨の位置がふーって広がるような、そういう使い方をしてほしいんですね。はい、この使い方を覚えないと正しい形って言われている弓道で引き尺は緩めてですね、手首をひねってこれもできませんですし、大きくやらなかったらいっぱい引いても背中丸まってると上腕付け根がちょっと内側に巻いた状態で弓引くので、それでも痛めちゃいますし、いろんな問題が起こるんでこれ気をつけてください。で、この内容を、この広背筋広げるってめっちゃむずいんで、これを私はオンラインのセミナーでやるんですが、このお腹の後ろ側のところがふわって広がったらめっちゃ引きやすいんですよ。こういう内容を知りたかったらですね、オンラインのセミナーにお越しください。以上です。ありがとうございました。